こんにちはナビゲーターの足崎真奈ですさあ皆さん今日8月6日はある食べ物の日なんですそれはそうハムの日です今日8月6日はハムの語呂合わせからハムの日と言われています とということで今回の「浜ナビ」テーマは横浜のハムソーセーセジです職人さんが伝統の製法で手がける本場の味から手軽に気軽に楽しめる庶民派グルメまで浜のハムとソーセージをたっぷりとご紹介します親子2代でドイツの伝統的な手作り製法を引き継ぐ知る人ぞ知る名工房。 その飽くなき探究心からハムソーセージ界の鉄人とも称される職人入魂のロースハムのお味は鶴見っこのソウルフード老舗洋食店の超厚切りハムカツ定食本場ドイツの味を日本へシェフこだわりのハムソーセージ料理とはハムソーセージ尽くしの30分 CM のとすぐ 浜ナビ今回は横浜で味わえる極上のハムソーセージをナビゲート芦崎さんがやってきたのは東急東横線の白楽駅最初にご紹介するのは本場ドイツのマイスターの製法を親子で守り続けてきた知る人ぞ知る名工房こちら藤田屋さんです。 博楽駅から徒歩10分の住宅街にひっそりと佇むのは横浜藤田屋ドイツ伝統の製法にこだわって作ったハムやソーセーーセジ、ベーコンを提供しています。1953年の創業以来宣伝をほとんどしてこなかったためあまりメディアに登場することがない知る人ぞ知る名工房なんです。 こちら1953年の創業ということで非常に歴史のあるお店ですけれども、創業に至った経緯を教えてください。私の父親が1927年からドイツ人の元で働いてまして、で1953年に独立したと。え、藤田さんが二代目として先代の後を継がれたんですか、はい、ですね。姓法はもう先代の頃から変わらず。そうですそれしか私も知りませんし。 父親がやってたその通りを踏襲しててやってるとそれは結局ドイツ人の父親がドイツ人の職人から受け継いだ戦前のドイツ人が食べていたハムソーセージの本場の製法を今も守り続けている藤田さんでは戦前のドイツ人の方々が食べていたハムとはどんな味なのか気になりますよね。ちょっと いただいてみたいと思います。うーん。美味しい。なんかこう。私が普段食べてるハムと全然違いますね。すごくこう。お肉を食べている感じがすごいんですよ。このハム全然違う。添加物を使わず。父親に教わった通りの腸詰め。訓練方法。 訓練時間を忠実に守って作る藤田屋のハムソーセージはより肉料理らしい仕上がりになっていますでは昔ながらのドイツの製法とは藤田さんの作業を映像で見ながら解説していただきますこれはあの骨取って漬け込んで熟成して塩漬けして。ね あでこれはミンチにして,ですにしてこれはこれですあの肉の温度が上がるとどうしても弾力と粘りがなくなっちゃうのでこれは何ですかこれスパイスですねスパイス ?4 種類5種類のスパイスを入れてるんですけど普通はウインナーはウインナーミックススパイスってできちゃってるんですけど、はい、私の場合は父、ま、親、あの代から受け継いだ白胡椒であるとかナスネグとかスパイスを調合して調合<ー>もご自身でされるんですね、えー、これ調詰めにしたのをひねってことですね、はい うわ綺麗すごいもう長さが均一ですねうわずうわ綺麗。で,こ,でこれは燻煙の家庭にうわたくさん並んでますねそうですねんですこれで薪でもして熱と煙で乾燥させてで燻製が終わった段階で今度はボイルですね、はい これは自然の色色ですから着色してない、ね、これはお父様も同じことをやってらしたということそうですねはい、えー、父から受け継いだ製法で作られた伝統のフランクフルトをいただくことにそれも藤田さんが最もおいしい瞬間というボイル仕立ての状態でいただきますおー これでボイルが終わって出来上がりですはい、茹で上がりですこの状態が一番美味しい <laughs> ええー、だけどもなかなかこの状態で届けることはできない <laughs> それが残念ですうわー、贅沢ではもう最高に美味しいというなかなか食べられないボイルしたてのフランクオルトいただいてみたいと思いますうんうん最高 もうまずこの皮がはじけましたよ、パリッと。で、中からうまみがじゅわーっと広がって、もう、このお肉の美味しさがぎゅーぎゅーに詰まってますね、すごい、濃い、うまみが濃い、たまらない、これ。親子2代で守り続けてきた本場の製法。 今では本場ドイツでもここまで手をかけている工房は減っているといいます。横浜藤田屋の商品はオンラインショップでもご購入いただきます。詳しくは公式ウェブサイトをご確認ください。 さあ中区の本郷町にやってきました続いても手作りにこだわる職人さんをご紹介しますその悪なき探求心からハムソーセージの鉄人とも言われているんだそうです一体どんな方なんでしょうか足崎さんがやってきたのは杉山牛肉店めっげらい杉山4代目の松本海斗さんにお話を伺います 松本さんで4代目ということで、歴史あるお店なんですね。はい、私の曽祖,祖父である杉山克美の代からなんですけれども、初代横浜市場長を務めながら、井戸ヶ谷でお肉屋さんをやっていて、退職後に磯子区の岡村というところと、支店でこちらの本木店でお肉屋さんを営んでまして、でこちらが今年でで53年目になりま,ますけれども この4代目になるというのは、もう自然な流れで、はい、はい、そうですね、私が幼い時から、この店もありますので,で、小学校の時からもう手伝いをしていて、<え>自然と家族の働く姿を見て、楽しいという思いがあって、自然と継ぎたいという思いになりましたまずは、未来の店主、松本さん一押しの商品、スモークソーセージをいただくことに。 では松本さんおすすめのスモークソーセージをいただきたいと思いますいただきますうーんうわっおいしいすごくこう柔らかくて滑らかな食感でスモーキーなこの燻製の香りが口の中に広がっておいしいですね 松本さん、スモークソーセージすごく美味しかったです。ありがとうございます。今もこう後味といいますか、香りが残ってる感じですね。はい。あの、こちらに鉄人がいると聞いたんですが。はい、それはこちら、私の叔父である杉山総司です。でこちらに並んでる加工品、ハムやソーセージなどは、すべて叔父が作ったものです、はい。よろしくお願いします。 こちらが鉄人の異名を持つ三代目店主の杉山壮治さん。詳しくお話を伺います。ドイツで修行をされたと聞いてですけれども、はい、どんな経緯でドイツに行かれたんですか。一応高校卒業して、はい、まあ一年間、あの専門学校行ったんですね。で、その後、あのうちの母がちょっとドイツに行ってこいと。もう本格的に、その。 ハムソーセージを勉強してこいっていうところで<ー>あのドイツ行くことになりました。え、でも言葉とかドイツ語とかってどう勉強されたんですか。もうね、英語もわかんないしドイツ語もわかんないところでもう <laughs> 本当に飛び込んだっていうところで、いあの行った感じです。具体的にはドイツのどういったところで修行をされたんですか。あの普通の片田舎のお肉屋さんです。<い>こちらが師匠のハンスオットブランデンブルグさん。 昔気質の師匠の元での修行は厳しいものだったそうです。徒弟制度で親方一人、はい、弟子僕一人みたいな感じで<え>このマンツーマンなんですけれどももう今からもう昔の話なんでもうコンプライアンスなんて何にもないところですからもうどうなられるは何されるはっていうところでまあそれでもやっぱり。 教えられな、教わらなくちゃいけないじゃないですか。子供の頃の夢で、やっぱり。その美味しいハムソーセージを作りたいっていう夢があったので。もうその夢と比べたら、そんなもん。耐えられるっていうよりは、もうそのために。うん、試練みたいなもんですよね。もう全部吸収して帰る。んそうですね。そうですね。はい、苦労を重ねながら。3年半の修行の末。 本場ドイツ農業協会が主催する国際品質協議会の賞を8年連続で受賞し殿堂入りするなど今や業界では知らない人がいないほどの有名人に杉山さんこだわりの技術を見せていただくため今回特別にハム作りのお手伝いをさせていただくことに。 今日は何のお手伝いをさせていただけるんでしょうか。えっとローズハムのローズハムはいえっと布巻きの成形をはいはいやってもらいたいと思います。ちょっとどんな作業か全く想像つかないんですけどよろしくお願いします。じゃあ一緒にやります。はい、じゃあまず、はい、あの趣旨の紹介をはい、はい、じゃあ僕はいじゃあ僕のやるのを見てください。はい、向こう側に一回転回します。お肉を回す。 お肉をまず、はい、結構ぎゅっと、はい、であとは、うん、おあそうやってずらしていくんですね。でも結構力いりそうですね。はい。これはな何,何のためのこの作業になるんですか。はい、あのこのままだと、はい、あのお肉がバラバラになっちゃいますよね。はい、こう開いちゃいますよね。はい、それをこう巻くことによって一<あ>つにこう固めるんですよ。あ またロース肉をハムの形に成形する大事な作業です足先さん見よう見まねで挑戦していますこれ結構手痛いですねこの。痛いですね <laughs> かなり腕力を必要とする作業ですが何とか完成こうそうですできた<ー>はい完成ですで比べると 全然違う。なやっぱこっち締まりがない感じなのです。<laughs> <laughs> えー。でもやっぱこうぎゅって綺麗にすることが大事なんですよね。そうですそうです。で均等にこう力を入れてって、はい、こうまっすぐに。だからそもそものハムの形になるってことですよね。そうですそうですそうでだからこれじゃちょっと不格好。まあでも初めてだったらもうおんの字です。<laughs> 優しい師匠優しい。<然>えーすごい。 こういうふうにして作っていくんですね、はいはい、でこれから、はい、えとできたやつを、はいはい、ご馳走しますのでやったーちょっと楽しみにしてくださいありがとうございます、はい、成形した後スモークボイルなどの工程を経て本場ドイツ仕込みの鉄人杉山さんの手作りロースハムが店頭に並びます今回は特別に ドイツ式焼かないハムステーキの調理法を教えていただきます焼かないハムステーキということでドイツではポピュラーな食べ方なんですかそうですね、結構ポピュラーな食べ方でハムステーキって言った普通焼きますけれどもうん、うん、今回はあのドイツ風な焼かないハムステーキ簡単にできる焼かないハムステーキっていうのを、はい、あの召し上がっていただこうかなと思っておりますはい。 調理法は極めて簡単厚切りにしたロースハムを100度のお湯で78分湯煎するだけこれだけでドイツ式焼かないハムステーキの出来上がりですやっぱりドイツでは焼くよりもそのこうやってお湯で温めて食べるっていう場合が多いです、ね、へー柔らかいなるほど 本当に肉そのもののうまみ香りそして脂の甘みががつんときますねおいしい単身でドイツに渡り本場の技と味を体得したハムソーセージ界の鉄人杉山さんの探求心はまだまだ尽きることがありません杉山さんは鉄人と呼ばれるほどですしええへへへもうハムソーセージ 極めたと言ってもいいんじゃないですか。いやいやまだまだです。まだまだ。はい。今もう召し上がっていただいて、ぼ自分自身がうまいなって思ったのは、ここまでやってきてももうほんの2、3年前なんですよ。もう自分で納得できるものって言ったら、もう日々努力の計算しかないんですよね。ええ、もう結構自分に厳しくやってらっしゃるんですね。 ささらなるる高みをを目指し挑戦を続ける杉山さんその高い技術と熱い思いの詰まったハムソーセージをぜひご賞味ください続いては気軽に楽しめるハムソーセーセジ料理をご紹介します最初にご紹介するのは鶴見っ子のソウルフードともいえるこの暑い夏にもぴったりの熱いハム料理です。 やってきたのは、JR 鶴見駅近くの高架下にあるレストラン、バーク。鶴見で50年以上愛されている洋食レストランの熱いハム料理とは。お待たせしました、ハムカツ定食です <laughs> 熱いす。ごいいい分厚いこれぐらいありますよ想像以上 4 5 0ムのハムが圧倒的存在感を放つ熱すぎるハムカツ定食その厚さなんとおよそ3センチ足関さんお味はではいただきます重い <laughs> すごい重量感こんなサイズですではいただきますうんハムがプリップリです 衣がすごく薄くてもうほぼハムなんですけど衣はカリッと揚がってて中のハムはプリプリで結構食べ応えもあってでもソースが割とこうあっさりしてるので意外と食べられちゃうかもしれない鶴見っ子のソウルフードともいえるハムカツ定食その誕生秘話を店主の川野さんに伺いました 私もあんな分厚いハムカツ初めて食べたんですけどなぜあそこまでこう贅沢にハムを使おうと思ったんですかテレビでたまたま見たらハムカツの厚切りってペラペラのやつもやってたの厚切りってあんな薄いのと思ってじゃあうちでもう一気にいいやつをやっちゃおうってそれ初めてハムそのものにもこだわってらっしゃるんですかそう一番いいやつはどうせやるんだったら一番いいロースハムはっ 今でこそ鶴見の人気店ですが1968年にハンバーグ専門店としてスタートした当初はお客さんの入りがあまり良くありませんでしたそこでカツカレーなどハンバーグ以外にもメニューを増やし学生が多かったのでボリュームにもこだわり続けた結果次々とデカ盛りメニューの注文が入る人気店となっていきました 今後はどのようなお店を目指していらっしゃいますか。うん、やっぱり美味しい安いあのボリュームがある <laughs> その三つですね。<laughs> 一番喜ばれそうですね。<ー>ボリュームもスタミナも満点。暑い夏にこそ食べたい。暑すぎるハムカツ。ぜひ一度ご賞味あれ。続いてはバエルファミリーが。 映えるキッチンカーで提供している映えるハムソーセージ料理をご紹介しますこんにちはこんにちは。よろしくお願いします,しお,しますお名前を教えてくださいトビアスと申しますトビアスさんご出身はドイツですドイツからいらしてるんですねそうです11年前え。ファミリーですかそうですね <laughs> 出迎えてくれたのは、バルドゥーン・トビアスさん、山村恵里子さんご夫妻と、長男海イくんのご家族。バルドゥーン・ドイツデリカ鉄ンオーナーシェフのトビアスさんは、国産豚肉を使用した無添加ソーセージや生ハムなどを手作りし、キッチンカーや百貨店の祭児などで販売しています。 エリコさんと1歳の長男かいくんともに家族でふるさとドイツの味を伝えていますそんなトビアスさん実は意外な経歴の持ち主なんですさ僕はもともと生物学者なので<ー>えとドイツの大学を卒業の後はちょっと海外に行ってみたいなと思って。えー、理化学研究所に 働いてました。理化学研究所で働いてらっしゃったんですか。はい、今はその研究とか学者としてのお仕事ってなされてるんですか。もうやってないです。<あ><う>やってない。ちょうどその理化学研究所のえっ、ー、と、えー、契約が終わった時、はい、人生の一回だけはキッチンカやってみたかったので、えー、今しかないなと思って。 だからちょっとキッチンカーやってみようになりました、えー、1>, 1年だけの約束で当時お付き合いしていたえりこさんの反対を押し切り2017年に学者から転身しました学者をこう一度辞めて、はい、キッチンカーをやりたいっていうお話をこうされた時はどう思いました、はい、いやもうえー、って本当に 本本当に本気なのってて思いまして、はあ、実際あのやってみてすごい楽しいですし<ー>イベントも行くと本当に楽しくていろんなお客さんと出会えますし今は本当にやっっっててよかったなって思います絵里子さんと共に作る自慢のハムソーセージ料理をいただくことに飛谷さん2品用意していただきましたがまずこちらは。 当店の一番人気商品の粗挽きドッグになります。粗挽きドッグ、これマスタードだけなんですか?。そうですね、ドイツは基本的にどっちかかけます。マスタードかケチャップ。両方かける人はあまりいないので。そうなんですね。おすすめはマスタードのみです。で、こちらは何ですか?。これはえっと、カリブルストドイツ語っていう、えっと、まあ、日本語でカレーソーセージ。カレーソーセージ。そう、えっとはい ドイツのソウルフードです。<ー>特にえっとベルリンに有名です。ではまずは粗挽きソーセージからいただきます。うん。お肉がゴロゴロ入ってて。すんごい。ジューシー。またこのマスタードがこうピリッと締めてくれて。最高。 ではドイツのソウルフードというカレーソーセージいただいてみますうん、カレーの辛みは結構マイルドで,でこのソーセージのお肉も滑らかでこれは美味しいさっぱりと食べられますね食が進む 神谷さんどちらも本場の味を楽しむことができて美味しかったですありがとうございます嬉しいです今後の夢はいかがですかもうちょっと商品増えて店舗やりたいな <laughs> わーそれはいいですねさらにいろんなドイツのお料理を食べてもらえますもんねそうですね家族で夢を追うバルドゥーンドイツデリカテッセン 出店情報やオンラインショップについての情報は公式ウェブサイトをご覧くださいさて今回のハマナビは横浜のハムソーセージグルメをご紹介してまいりましたいかがでしたでしょうか本場ドイツの技を学びその味を継承する老舗ハムソーセージ工房の二人の職人さん 一方、ドイツから日本にやってきて新たにハム・ソーセージ作りを始めたトビアスさん、さらに川野さんの熱すぎるハムカツへの情熱、作る人たちの思いがぎゅーっと詰まった横浜のハム・ソーセージグルメ、皆さんもぜひご堪能ください。